質疑の申し出がありますので順次これを許します。足立康さん、足立委員。おはようございます、日本維新の会の足立康でございます。今日はですね、また内調から森内閣審議会にお越しをいただいています。まあ、何回呼ぶんだということで大変評判悪いと思うんですが、私は国会質疑というのは、国会審議というのは本当に簡単に答えの出ないテーマ、これしっかり議論していく場だと思ってますので、結構粘着質でありまして、答えが出るまで呼び続けるということで ご理解をいただきたいと思います。逆にちょっと質問して政府参考人の皆様から教えていただいて、ああ分かりましたと、そんなものはこんなね、大臣にこう、ね、お忙しい中座っていただいてやる必要なんかありません。普段議員会館にで議論してやったらいいんでね、まあ、そういうしょうもないことはもうやめますが、森内閣審議官ね、まあ、情報機関についてやり取りをしてきました。で、まあ、カウンターインテリジェンスセンターはあるけども、まあ、インテリジェンスはどうなんだとか、まあ、いろんな議論をしてきたけど、まあ、まあ、いわゆる内閣官房の設置法とか設置、施行令とか、まあ、いろんな形で、まあ、情報を集めて分析するんだっていうことは書いてあるんだけど、その規定だとね、野党が今審議を求めている原発ゼロ基本法案と一緒ですよ。原発ゼロ基本法案って森審議官管轄じゃないから どうでもいいと思うんですけど、どうでもよくないな。原発ゼロ基本法案ってひどいんですよ。高レベル放射性廃棄物の最終処分適切に処理するって書いてあるわけです。ここで政府に審議しろって言うんですよ。アホでしょ。あ、またそういうこと言うとアホって言われるのか、まあ、あまりこのレベルの高い法案ではないということでありますが、今の政府だって一緒だということを僕は言ってるわけです。内閣審議官はいろんな、まあ、内調はいろんな仕事をしていると思うんですけど、情報を集めて分析するとしか書いてないんです。無責任野党たちとレベル一緒ですよ。それでぜひね、森審議官にちょっとまあ、ご存知やったら教えてほしいのは、カウンターパートの組織、例えばアメリカであれば、まあ、いろんなアメリカにも情報機関があります。 CIA だけではありません。でまたイギリスの MI6、まあ、いろいろある。カウンターパートは内調だと理解してますが、その諸外国のカウンターパート英米でもいいんですが、どんな組織なのかとか、当たり前相手ですからね、一緒に情報交換するんだから相手の組織がどういう組織か知ってないと仕事できないですよね。いや、ここであんまりこう時間を取って開示いただく必要はありませんが、どんな大体組織で、その根拠法はどういうものかって大体ご存知ですか、それかあんまり知らないですか。内閣官房森内閣情報調査室内閣審議官。お答えいたします。今委員から諸外国の私どものカウンターパートにあたるような情報機関等の仕組み制度等についてお尋ねございました。これら外国の政府の関係機関との間では、私ども職務の範囲内で必要な情報の交換を行ってきているところでございまして、まあ、どのような相手と話すのかということは当然理解しておりますが、他国の制度の詳細にわたりまして、これがどのような制度であるかということについてまでこの場で責任を持ってお答えできる立場にございませんので、詳細については差し控えさせていただきます。足立委員。まあ、それはそうですね。ちなみに森さんね、内調っていうのは大体何人ぐらいの組織なんですか。大体ですよ。内閣官房10人なのか1000人なのか1万人なのか。内閣官房森内閣審議官。
お答えいたします。平成31年1月1日時点におけます内閣情報調査室の定員は、内閣情報調査室本室におきまして194名、それから内閣衛星情報センターが内庁に設置されておりますけれども、こちらが221名の合計415名ということになります。足立委員、聞きました皆さん、415名ですよ。これ皆さん多いと思います、少ないと思います？でご自民党の方を向いてもしゃあないな。ちなみにもちろんそのね、内庁が諸外国の情報機関の概要についてこの国会で責任あるご答弁をいただくって確かにまあちょっと変だなと思うんで、国立国会図書館でありったけの公開情報、国立国会図書館でありったけの公開情報をね、全部持ってきてもらいました。でただ今日それも私はここで開示する時間はありませんが、まあざくっと言うとアメリカで言うと CIA が2万名、根拠法は国家安全保障法と中央情報局法、それから対外的な軍事インテリジェンスを担当している国防情報局 DIA、 これは16,500名、大統領令合衆国諜報活動という大統領令に基づく、それから3つ目国家安全保障局 NSA、 本部だけで4万人、外国通信監視法、米国自由法等が根拠法、まああとイギリス、ドイツ、フランス、まあいろいろあるわけですね。その400人でどうですか、十分ですか？内閣官房、森内閣審議官。私の立場で、十分であるかどうかということは申し訳ございませんがお答えしかねますが、まあ、日夜定められた定員の下で、職務に邁進しておるところでございます。足立委員、ありがとうございます。まさにおっしゃる通り、これね、森さんの責任じゃないんですね、自民党の責任ですよ。自民党がほったらかしにしてきたから400人ですよ、400人。アメリカもう一回言いましょうか、 CIA が2万人、 DIA が16,500人、まあ、2万人、 NSA が4万人ですよ、その3つだけで。なんでこれで日米同盟とか言ってね、なんか野党がしょうもないこと言うけど、なんでこの体制で、日本は、何その憲法9条改正だと。大体自民党の皆さんは憲法9条って言って偉そうなこと言うけど、やることやってないんですよ。情報機関は400名、アメリカ10万名以上いるわけですよ。なんで10万名の情報機関と400名の情報機関で対抗できるんですか？だからこの他の委員会では、他の委員会だったかな、他にもいろいろね、まあ国立墓地の追悼施設墓地の、まあ、靖国神社の問題とか、それから戦争被害補償法制とか、世界の中で日本が繁栄を続けていくために必要な立法活動っていうのもいっぱいあるわけですけど、何にもやってない自民党は。まあそう言って、で今日はですね、経済産業委員会だから、ですので前と同じように石川局長にもおいでをいただいてます。もういいですね、前ねご答弁いただいて、まあ、適切にやってますというご答弁しかできないと思うんだけど、貿易管理を、貿易管理ですよ、貿易管理、北朝鮮ですよ、中国ですよ、ファーウェイですよ、それをやっていくときにね、10万人の情報機関を抱えているアメリカと400人で根拠法もなくこそこそやってる日本で、それアメリカにおんぶに抱っこでアメリカに従属しないとやっていけないでしょ。そういう組織をほっと、そういうものにしておきながら森さんに全部なすりつけてで、やってるようでは日本は、まあ、ちょっと立ち行かないと、しっかりやりましょうということ で貿易管理の観点からもですね、いろいろやってらっしゃると思うけど、やっぱりインテリジェンスっていうのは
貿易管理の前提として当たり前のことであるし、今日はの法務省もお越しをいただいてます。法務省、法務省、丸山部長、丸山部長ありがとうございます。外国人、まあ、今どんどん今受け入れ拡大しています。外国人の在留管理にかかるインテリジェンス活動についてちょっと簡単に紹介します。出入国在留管理庁、丸山在留管理支援部長。お答え申し上げます。出入国在留管理庁では情報の収集分析の中核組織として出入国管理インテリジェンスセンターにおきまして、国内外の関係機関と連携を図りつつ情報収集しており、収集分析した情報を出入国在留管理庁が保有する要注意人物リストに搭載するなどして厳格な上陸審査や在留審査に活用しているところでございます。足立委員。まあ、要注意人物リストとかいろいろあるんですけど、例えばテロの、ね、容疑者とか、そういう、あるいはその水面上に上がってきているテロの容疑者じゃなくて水面下で潜っているテロの容疑者とか、そういうのも入ってますね。出入国在留管理庁、丸山在留管理支援部長。お答え申し上げます。まあ、具体的にどのような情報が入っているか詳細は差し控えしていただきますけれども、まあ、国内外の関係機関から収集した情報をテロ対策含めて活用しているところでございます。足立委員。法務省がそのような活動をするにあたっての法的基盤、どういう法律に基づいて、どの規定に基づいてそういう活動をしているんですか。出入国在留管理庁、丸山在留管理支援部長。お答え申し上げます。出入国在留管理庁では、出入国管理を難民認定法第1条に規定します同法の目的である本邦入国し、または本邦から出国するすべての人の出入国及び本邦に在留するすべての外国人の在留の公正な管理を図るために必要な範囲で情報収集し保有しているものでございます。足立委員。まあ、だからもう政府、日本政府っていうのは今いや、僕らも立法府にいるから責任あるんですけど、情報分析します、いや情報集めます分析しますとしか書いてないんですよ。まあいいんだけどね、別に。なんで書かないか知ってます。国会でしょうもないこと言われたくないからですよ。まあしょうもない質問する人もいるからね、気持ちは分かるんだけど、しかしまあ、僕は規模からしても話にならない。アメリカは10万人、日本は400人だ。ぜひもう一連のね、森内閣審議官をお呼びするのはもうこれで終わりにしますんで、ようやくこの解放されたということで重要な仕事に専念していただきたいと思いますが、私はこれからやっぱり国会の中で与党の皆様とも連携しながら、やっぱりこういうその9条改正はやったらいいですよ。9条改正はやるべきだと思うんだけど、9条改正だけではない。それは靖国神社に総理大臣も行けない、天皇陛下にもなんてちょっと表現は分かりませんけども行っていただけない、それから戦争被害、北朝鮮からミサイルが飛んできた時の戦争被害保障法制も諸外国にあるけど日本にはない、情報機関もない、まあとんでもない後進国でありまして、ぜひ与党の皆様には憲法9条の改正の議論と並行してですね、並行して、これ今度参院選のマニフェストにも我々入れてます。だからこれ参院選でこんなもう自民党400人ですよと言いまくりますからね、街頭で。だからちゃんと参院選に目指して、あるいは参院選を経て、憲法9条改正、憲法改正を旗印に、していかれるのであれば、当然やらなあかん仕事はやっていただきたい。政府与党にそのように要請をしておきたいと思います。さて、後半に入りたいと思いますが、
今日はですね、原発の高レベル放射性廃棄物の最終処分場の議論をしたいと思いますが、その最終処分場の議論だけを見ててもよく分からないんで、今日は防衛省にも来ていただいています。これ何のために来ていただいているかというと、米軍基地の問題があるからです。それから国土交通省にもお越しいただいています。これは日本が戦後70年余りこの大きな経済と豊かな社会を築いてくる中で、日本の、都市づくりをしてきた、その過程で例えば道路を引くときに土地収用法っていうのがあります。都市計画法っていうのがあります。だからいろいろ森友学園とかで土地の問題がちょっと問題に、国有地の払い下げが問題になりましたけど、それでもその国土交通省の分野っていうのはまだ透明な方ですよ。だって土地収容法、都市計画法があって、土地収容法があって、そういう手続き法の下で手順を踏んでやってきてるわけですね。これもうちょっと簡単でどうしようかな、計算員の皆さんだから国交省にちょっと簡単にね、その都市計画法っていうのがあって土地使用があるんだよねっていうことをちょっと簡単に、なんか 役人らしくちょっと紹介してもらえませんか。国土交通省瀬口大臣官房審議官。お答えいたします。道路公園等のまちづくりにとって必要な施設につきましては、一般的に当該都市施設の存在します市町村が都市計画の案を公告縦覧や都市計画審議会の議決等の手続きを経まして都市計画に定めた上で、都市計画法に基づきます認可を受けて、都市計画事業として整備を行うことができることとされております。この都市計画事業につきましては、都市計画法第69条の規定によりまして、土地収用法の収用適格事業とみなされることになっておりますから、土地収用法の規定が適用され、土地等の収用が最終的には可能となっております。足立委員。ありがとうございます。これが当たり前のこの民主的な手続きというものですね。そしたら今日は防衛省ね、防衛省米軍基地がありますね。米軍基地も土地収用っていうのはありますね。駐留軍用地特措法とか、簡単にその駐留軍の関係のその法令、その用地の問題、ちょっと簡単に紹介していただきます。防衛省田中地方協力局次長。お答え申し上げます。日米安保条約上の義務を履行するため、我が国に駐留する米軍に施設区域として提供する必要がある民公有地につきましては、土地所有者との合意により賃貸借契約を締結いたしまして、使用権限を取得することを基本といたしております。他方、土地所有者との合意が得られる見込みがない場合ですね、この場合は委員ご指摘の駐留軍用地特措法に基づきまして使用権限を取得することとしております。恐縮です。具体的な手続きといたしましては、当該土地を施設区域として提供することにかかる土地所有者等への意見紹介に始まり、本法律を適用することにかかる防衛大臣の認定を受け、土地収容法に基づき各都道府県に置かれている使用委員会による土地の使用期間、保証金額等に関する採決を得た後ですね、土地所有者へ保証金を支払うといったものでございます。なお、使用委員会による採決につきましては土地収容法の規定を適用するということにしております。足立委員。今ご紹介あった分かりましたかね。要すれば土地所有者との調整は当然やりますね。当たり前です。これは民主主義の国、あるいは資本主義の国、今沖縄県と国との間で行われていると、こういうふうに承知をしているわけですが、私が今日問題にしたのはそこじゃないんですよ。辺野古に米軍基地を作るということについては、
なんで都市計画法のような手続きをやらないんですか。要すればその国民の皆様、沖縄県民の皆様、あるいはその周辺地域の皆様に、ここに辺野古の米軍基地を持ってきますよということを審議会で議論したり、広告したり、縦覧したり、都市計画法で道路一本作るときにやってる手続きをなぜ防衛省はやろうとしないんですか。ちょっと教えてください。防衛省田中地方協力局次長。お答え申し上げます。日米地位協定第2条に基づく在日米軍施設区域の提供につきましては、米側から要請がある場合には、その必要性や設置場所等につきまして、日米安保条約の目的の達成や社会的経済的影響等を総合的に勘案して判断するとともにですね、地元の理解と協力が不可欠との認識のもと、影響を受ける関係地方公共団体に対して丁寧に説明を行うなどして、地元との合意に向けた調整も行うこととしております。その上でですね、日米合同委員会における合意、閣議決定、政府間協定の締結、官報広告等の手続きというものも行っているところでございます。このように在日米軍施設区域の提供につきましては、関係する地方公共団体に対しまして丁寧に説明を行うなどして理解と協力を得られるよう努めているところでございます。防衛省といたしましては、このような地元説明や日米合同委員会における協議を含め、在日米軍施設区域の提供にかかる事務については、防衛省設置法第4条に規定する所掌事務を根拠として実施しているところでございます。なお、先ほど委員ご指摘の普天間飛行場代替施設の移設に関しましても、住民等への説明も行ったところでございます。足立委員、丁寧に説明するとおっしゃいました。どういう、その要は都市計画法ではですよ、道路一本作るだけですよ。道路一本作るためにさまざまな手続き踏んでるわけです。民主主義っていうのは手続きですよ。手続きが民主主義を支えるわけですよ。道路一本作るときにさまざまな手続きするのに、今おっしゃった辺野古の基地はね、いや丁寧に説明します。手続きはどうなってるんですか。どういう手続きを経ながら説明を尽くしてるんですか。防衛省田中地方協力局次長。お答え申し上げます。いわゆる防衛施設の在日米軍施設区域の提供につきまして、都市計画法のような手続きというものが現在法制化されていないというのは事実でございます。だからといってですね、住民の声あるいはその自治体の声というものを全く聞かずにですね、これを進めてまいるというのは政策的に我々はそれは問題だろうというふうに考えておりますので、そこは法制化はされていないもののですね、きちんと住民の意見あるいは首長さん議会の意見というものは聴取した上で手続き提供というものを進めていきたいというふうに考えておるところでございます。足立委員、自民党の皆さん聞きました。あまり聞いてないか。まさにね、防衛省の田中次長が悪いんじゃないんですよ。皆さんが悪いんだよ。ほったらかしにして道路一本作るときにもやってきた丁寧な説明、道路一本作るときにもやってきた丁寧な説明は、日本の法体系の中では都市計画法という都市計画法という手続き法によって担保されてきたんです。でも米軍基地についてはね、ほったらかしですよ。今あったように手続き法ないんだから。でもちゃんとやりますって、誰がそれ理解しますか。道路一本でさえやってることを米軍基地については日本政府はやってこなかったんです。でそれは日本政府の官僚たちが悪いんじゃないですよ。自民党がだらしないからですよ。ほったらかし。でなぜ今日こういう話をするかというと、原発の最終処分場はもっとひどいからですよ。原発の最終処分場については、なんかその土地収容とかそういう、要すれば手続き法はないけどね、
米軍基地については土地収用ということはありえるわけです。じゃあちょっと別の質問しようか。原発についてはありますね。原発については誰か答弁できる？原発については土地収用という土地収用を見据えたハンドリングっていうかマネジメントしてきてますね。それはイエスでいいですかね。資源エネルギー庁村瀬電力ガス事業部長。まず原発だけですよ。まず事実関係から申し上げますと、原発について収容といったようなこと過去実績はございません。それで法令上どういうことだと思いますので、土地収容法の規定について申し上げさせていただきますと、土地収容法の第3条というのがございまして、ここで規定しているのは、土地を収容しまた使用することができる公共の利益となる事業は次の覚悟のいずれかに該当するものに関する事業でなければいけないという規定になってございまして、その17号で電気事業法による一般送配電事業、該当の部分だけ申し上げると、発電事業のように供する電気工作物とこうなっているところでございます。足立委員。だからね、今日私が経産省、防衛省、国交省というものをに、お手数でございますがお越しをいただいて、3つ並べました。で、分かったことは、手続き法がしっかりあるのは道路だけです。米軍基地も原発もありません、ね、で土地収容に関する規定は全部あります。当然都市計画にもあるし、米軍基地にもあるし、原発にもあります。ところがね、最終処分場については使用済みに、高レベル放射性物質の最終処分場は土地収容を見据えてますか？資源エネルギー庁村瀬電力ガス事業部長。お答え申し上げます。平成12年2000年に特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律というものが制定されておりまして、その中で法律上ですね、処分実施主体が定められておりまして、このニューモという実施主体が文献調査、概要調査および精密調査という3段階の調査を行うということが法定されたわけでございます。で、その際法律上次の段階の調査に進む際には地域の意見を聞き、それを十分に尊重するという規定になってございまして、それは法律の第4条最終処分計画というところで規定をされているところでございます。最終処分法に基づきこのような手続きが規定されてございまして、この手続きに従いまして地域のご理解を得ながら信頼関係をしっかりと構築し、最終処分場の選定に向けた取り組みを進めるという立法趣旨でこのような手続きになっているわけでございます。こういった考え方のもとに最終処分法が制定された際には、土地収容法の改正など用地の強制収容に関する措置は講じられておりませず、最終処分施設については先ほど私が申し上げた土地収容法第3条に基づく対象事業にはなっていないところでございます。足立委員。これが私はもう大問題だと思ってるわけです。やる気ないんですよ。道路一本作るときにもやってきたことをね、最終処分場やってないんですよ。で、確かに文献調査、概要調査、精密調査、それはやったらいいですよ。でもこれ手上げ方式でしょ。いや、皆さんそのね、これ手上げじゃないの？あ、ちょっと教えて。あ、資源大臣のミス。あ、いや資源エネルギー庁村瀬電力ガス事業部長。お答え申し上げます。これ平成27年に閣議決定をいたしまして、最終処分に関する基本方針というものを新たに定めたわけでございます。その際従来手上げ方式であったものを国が前面に立って対応していくという方針に国の方針を改めたということでございます。足立委員。僕もアホですから分からないんですけど、手上げ方式を改めて国が前面に立つってよく聞くんだけど、それは何？その国が前面に立って、で、どうするの国は。じゃあどうするのって。すいません、ちょっと教えてください。資源エネルギー庁村瀬電力ガス事業部長。
基本的に地域の地元のご意向を尊重するというところは変わってございませんけれども、地域のご意向も尊重しながら、場合によってはですね、国がお願いをしていくといったようなことも考えていくということになっているわけです。足立委員。いや、分かりました。だから手上げ方式じゃなくて、場合によっては国が、国が積極的にあなたのところということで言っていくって、それは分かったけど、それで受ける人いますか。いや、だってね、だって道路一本でも土地収用という最終手段を見据えて手続き法が組まれてるんですよ。道路一本でも土地収用という最終手段を見通した手続き法があるんですよ。ところが高レベル放射性廃棄物の最終処分場については、いや、国からお願いしますって言うんだけど、手続き法ってこれはあるけど、いわゆる今申し上げたような意味で、最終的にはそこをごめんなさいと、もう国のために、だいたい都市計画法っていうのはね、社会説法だけど、都市計画区域のために必要な施設を作るために手続き法があるわけですよ。都市計画区域のためにはみんな嫌だけど、都市計画区域の発展のためには必要な道路を作るために手続き法と土地使用があるわけでしょ。米軍基地だって同じですよ。高レベル放射性廃棄物の最終処分場だって同じですよ。国の繁栄のためにはいるんだから、なんで最終処分を見通し、土地使用を見通した手続き法を作らないんですか。資源エネルギー庁、村瀬電力ガス事業部長。お答え申し上げます。先ほど土地使用法上の整理についてはご答弁させていただいたとおりでございますけれども、この最終処分法を制定いたしましたときに、この3段階の調査を行っていくというのがまさに手続きを決めたわけでございます。具体的に申し上げますと、まず文献調査をやっていただける方ということを、よろしい、もう分かってくる、はい、その辺飛ばして、はい、ということで、一つ一つの絞り込みのプロセスにおいて、ご地元の意見をしっかり聞いて、一歩ずつプロセスを進めるという手順の中で、ご理解をいただいた地域に最終処分として受け入れていただくと、こういう手続きにしたということが、このいわゆる最終処分法で、最終処分場を決めていくための手続きとして、国として方針を決めたということでございます。制度を決めたということでございます。だからね、道路一本通すためにも、土地収用という非常に強い権能を、枠組みを作ったわけでしょ。なんで高レベル放射性廃棄物の最終処分場を作るという極めて難度の高い、施設をどこに作るというのを決める作業の時に、なぜ土地収用を見通さずにできるのか分かんないんですよ。なぜ道路には土地使用が必要なのに、なぜ最終処分場には土地使用が必要なくて、今村田さんがおっしゃったような、いやいや、いろいろ意見聞いて国からお願いしてやるんだと、なんでそれでできる理由が分かんないんですよ。で、僕はそれはやる気ないからでしょと思ってるわけ。どうですか。資源エネルギー庁、村瀬電力ガス事業部長。お答え申し上げます。立法当初 の当時 の考え方は、この最終処分地を選定するということの重要性にも鑑みまして、地域の意見をしっかり聞いていくというプロセスを決めたというように理解してございます。先ほど私が申し上げた、例えば土地収用 の規定に基づいて、どういう、実態があるかという点について申し上げますと、例えば発電所でございますけれども、先ほど申し上げたように、17号の対象にはなってございますが、発電所についても実績はございません。そのような中で、やはり、しっかりと事業者が地元のご理解をいただいて、そういう、事業の
やり取りの中でご理解いただいて、発電所についてはこの収容の規定を適用しないで進めてきているという実態もございます。立法当初の手続きの考えで基づいて地域の考えをしっかり聞いて進めていくということで、丁寧にプロセスを進めていきたいと考えてございます。足立委員、まあ、もう時間も限られてきましたので、まあ、まとめていきたいと思いますが、今日質問させていただいて改めて分かったことは、やっぱり私は道路一本に取り組んできた手続き法と土地収用法、都市計画法、手続き法たる都市計画法と土地収用法という枠組みで来た。その土地収用だってできるだけ使わなかったわけです。土地使用だってできるだけ使わなかった、使わなかった時にどうしたかって言ったらね、またこの間ね、不動産鑑定士の協会の人に怒られましてね、僕は森友学園の時にずさんな不動産鑑定やったのは不動産鑑定が問題なんだと、こっちの土地ではゴミをこんだけ評価して、こっちの隣の土地ではゴミを評価してないとか、そんな適当なことやってるからあかんのだって言ったらね、ある人がね、いやそんなもんだと、日本は土地収用はしてこなかった代わりにお金積んできたんだと、お金積む時にどうしたかっていうと、不動産鑑定士にちょっとね舐めてもらって、で道路通す時にそこにちょっとこう寝転がってる人がいたらね、そこに建ってない建物があると仮定して、ないんですよ建物ないんだけど、その建物があると仮定してそれの除却費を積むんですよ。でお金を積んでどいてもらってきたんですよ。だから土地収用法っていうのはあまり使わなかった。今でも今はそういうそのおかしな税金の使い方に対して、まあ、当たり前ですよそんなものできなくなってきてるから土地収用っていうのが増えてきてる。まあいいやそれは。だから防衛省ね、もう終わりと思ってたかもしれないけど、もう一言だけ田中次長にお願いしたいのは、これ今日あったように手続きをないんです。手続きをないためにこんなに混乱してるんです。その時にこういう水面埋め立て法でござるとか言ってね、その司法闘争やっててこれ解決しますかと、しっかりと立法府、まあ僕らの責任だと思いますよ、あなたの責任じゃない、自民党の責任ですよ、ちゃんと手続きを作って、なぜ辺野古に米軍基地を作る必要があるのか、それをちゃんと法律を作って、そして審議会を作り、場所を決めるですよ、で広告し縦覧する、当たり前の手続き法がいると思いますが、そういうのを政府として検討してみたいと個人的に思いませんか。防衛省田中地方協力局次長。お答え申し上げます。個人的意見をこの場で申し述べることは差し控えさせていただきたいと思いますけれども、現在ですね、私ども駐留軍用地に関しての提供に関してですね、特段その引き続き法が必須であるというふうには考えておりませんけれども、まあ、未来永劫ですね、それでいいのかというのは、これはまあ政策の不断な見直しというものが必要だと思っておりますので、勉強させていただきたいと思います。以上、足立委員ありがとうございます。辺野古の基地は僕はまだね、手続き法というものを議論する土壌がもうできつつあると思うんですよ。だから行き詰まってるから。でも最終処分の問題はこれもっと足元のところでね、もうとにかく敬意と感謝って言って、もうとにかくお願いベースですよ。そうだけど、私は責任ある国会議員たるもの、責任ある自由民主党であればね、ちゃんと最終処分についても手続きを作って、出口まで見据えた手続きを作るべきだということを訴えてまいりたいと思います。この7月の参院選では特にこういう憲法を前面に立てるのであれば、憲法9条だけではなくて、こういうインテリジェンスとか手続き法とか、そういう当たり前の議論を日本維新の会は提起をし、それを実行できる政権を、安倍さんがね4期ぐらいやってもらって、4期やっていただいたその先のポスト安倍はですね、日本維新の会が手をかけていきたい、宏池会申し上げて質問を終わります。ありがとうございます。